みなさんこんにちは、太陽チャンネルです。今日は今日はね、ちょっと子供に関係ないものを紹介したいと思います。はい、ちょっと新しい試みをしたいと思います。はい、はい。お母さんは何を隠そう超絶不器用なんですけども、なんとですね、マニキュアみたいな感じでジェルネイルができるっていうのを見つけたので、ちょっと買ってみました。で、本当に不器用なんで、自分でジェルネイルとかもしたことがあるんですけど、うまくいかず1回で断念したりとか、そういうことがあります。でネイルサロンに行ってたりもしたんですけど、今は翼が暴れん坊なので通えないということでね、ちょっと自分でできるんだったら自分でしたいなと思って、ちょっと買ってみました。それがガーフじゃんじゃん。はい、これなんて読むんだろう。3色とりあえず買ってみたんです。定番の赤かな、これ赤とピンク、あとは、クリアタイプですね。ガラスのようにきらめた、これすごいマニキュアみたいに、これ1本でもう完成で、リムーバー不要で1週間ぐらいでペリペリって剥がせるみたいなんですね。そうそうそう、でも塗って LED ライトで硬化させる、で拭き取りとかサンディングとか、その普通ジェルネイルでしないといけないあの工程がいらないということで、とても簡単にできるみたいですね。でこの3色とこれLED ライトも一緒に買いました。でこの LED ライトもなんか USB タイプでできるみたいなんですね。じゃん、わすごい、ほらおしゃれでしょ、コンパクト。おお、ここがライトになってますね。そうそう、で指をこんな感じで4本1本でって入れられるようになってますね。はい、ライトで、この LED ライトは45秒で硬化できるんで、USB になってますね。でこれは、USB タイプなんで USB コードもついてます。はい、これは後で開けよう。はい、なのでとりあえず、まあ、ちょっと簡単にできるっていうことで、まあ、やってみたいと思います。超絶不器用な人でもうまくジェルネイルのようにできるのかっていうことで、私挑戦してみたいと思います。すごい、本当にほらマニキュアネイルポリッシュみたいになってますね。開けてみよう。おお、すごい鮮やかな赤。これはペディキュア用にしようと思って、足のジェル用にしたいと思います。色の名前がラブラブ。はい、であとはどうせなんで、せっかくなんで、昨日セリアに行った時にちょっといろいろネイルシールを買ってみました。じゃん、これすごい、爪に貼るだけで、なんだっけ、フレンチネイルができる。でシールになってるんですけど、上からそのトップコートとか塗って乾かせば、ふっくりジェルネイルシール風に、ジェルネイル風に仕上がる。これを貼ってこのジェルを塗って固めてみたいと思います。であとはこんなアート用の
なんだっけ、レースのシールとか、あとはお花とかメタルパーツですね。であとはラメパウダーっていうのを買ってみました。ちょっと慣れたらこういうのも使ってアートをしてみたいと思います。はい、こんな、まあ、クリームパンみたいな手がどのように変わるかお楽しみに。飲み物から食べ物になってる。はい、出ました。あ、いい、変な人が映ってる。出ました。はい、できました。はい、クリアジェルにピンクのジェルを真ん中だけ乗せて、チークネイル、かわいい。うん、はい、めっちゃ簡単にできていいですね、これ。はい、で、基本的に10日ぐらい持つそうなんで、はい、ちょっとまた経過を見ていきたいと思います。はい、いや、これは本当おすすめですね、かわいい。はい、またやってみたいと思います。